こちら、これ回答日さんからいただきました、はい、ありがとうございます。矢作さん、さくらさん、はい、そして来客の早見さんこんばんは。こんばんは。お隣さん訪ねたみたいな。先日、はい、超えとじたすを聞いていたら、聞いたことのない、何聞いてた？新しいもの、聞いたことのない、どこですか、宣伝のあれが、宣伝が流れてきました。宣伝映像ですね。そうです、音声映像、音声、音声、音声、そうか、宣伝映像。僕もちょっとびっくりしながら聞いていたら、はい、なんと4つの十字架の宣伝でした。おお、今までなんだ、この無線ではあまり宣伝していなかった4つの十字架がちゃんと宣伝されていて、うん、すごく安心しました。お客さんにハラハラした大丈夫、みんな聞いて、大丈夫、もうあと3行だから、はい、ですが最後の、はい、お拭いてで拭いてしまいました。これで売り上げ2倍ですね。イエイ。そこで思ったのですが、第2巻の宣伝はお二人の好きなように作ってみるのはいかがでしょうか。うん、次はね、うん、これどういうのでもいいの、どういう、何秒ですかね、だいたい15秒くらい、20秒ですって。うーん、おいでから始まればいいんじゃないですか。あ、逆に逆に終わりの始まりみたいな。おお、哲学的ですね。からの始まりみたいな、そして始まるみたいな。終わり、そして始まるみたいな。なんかさ、なんかさ、ちょっと適当じゃない？適当じゃない？違いますよ。心からの。心から？心からの。ダメ、あなたも関係あるんだから、ちゃんと宣伝することは考えなきゃダメよ。おいででまず人を引きつけるんですよ。あ、はあ、はあ、なるほどね。あの、じゃあ、てれれれれ、おいでってなって、そしたら聞こうかなって思います。4つの十字架の美。あの、なんていうんですか、あ、あの、いや、あの、なんですかね、背景曲、美麗な美麗な美麗な、あの、美麗なあれが流れ、背景の音楽、背景の音楽、美麗な背景の音楽が流れて、はい、うん、流れて、おいで、おいで、4つの十字架、4つの十字架、5月23日発売。みたいな、みたいな、みたいな、ね、CM のとか、ちょっとなんかあの違うね。しょうがないよ。なんだって、なんだって。じゃあそんな感じでいきたいと思います。さくらちゃん今久しぶりに出したのね。うん、私結構おとなしくしてた。そう、全然100円出さない。そう、結構私これと。あ、今矢作さん言った。大丈夫って英語で言った。あ、大丈夫って英語で言った。あれって何の略なんですかね。日本語、英語かな。これがそうなの。たくさんのお便りありがとうございました。私たちが交差会話できそうなお便り、まだまだお待ちしております。交差会話。